はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、教育の仕事というのは本来極めてクリエイティブなもので、またそこがね、楽しさなんだというお話をします。はい、学校の先生の仕事というのはですね、本当に授業のこと考えたり、行事をどういうふうにしようか考えたり、本来はね、極めてクリエイティブなもんなんですね。創造的なんですよ。だからそれがですね、私なんかすごく楽しくて面白くて、そういうところがね、私この仕事のいいところだなと思ってるわけですけども、最近ですね、教育スタンダードっていうことをですね、推し進める人たちがいてですね、教育スタンダードって何かって言いますと、まあ先生方なら知ってると思うんですけど、一般の方はね、多分あんまりよく知らないと思うんですけども、つまりですね、学校でやることをですね、全部同じ方法でやっていこうということなんですね。これスタンダード、スタンダードですから、それが標準になるわけです。まあ多分ですね、学級間でのばらつきをなくす保護者対応的な部分があると思うんですよね。若い先生もベテランの先生もね、みんな同じやり方をすることによって差をなくしていくということなんですね。昔から生活指導ですね、生活指導っていうのは割とスタンダード化されているものが多かったですね。学校の決まりみたいなのでスタンダード化されていました。ですので、まあ、生活指導的なものはですね、スタンダード化がある程度可能だとは思うんですが、最近多いのはですね、授業スタンダードってやつですね。みんな同じ方式で授業しようということです。で、だんだんね、それが講じてきてですね、給食スタンダードとかね、給食はこういう方法でやっていきましょう、あと掃除スタンダードとかね、まあいろいろあるわけですよ。それがですね、かなり事細かに決められて、もうそういう風に授業はしなきゃいけないみたいな、この学校で仕事する以上はこの方式でやってもらえます的なね、そういうものがね、たくさん増えてきてるんですね。私は特にですね、この授業ですね、授業スタンダードというのがね、本当にね、どうなのかなと思ってるわけですけども、例えばどういうことがあるかというと、授業には狙い、目標がありますよね。で、その狙いを必ず黒板にまず書きましょうというようなスタンダードがあるわけですね。他にもね、友達の話を聞くときはその子の方を見てうなずきながら聞きましょうとかね、まあ、そんなのもあります。あとね、ノートの使い方を事細かに決めてるところもあります。まず課題を書いて、予想を書いてとかね、自分の考えを書いて、友達の意見を書いて、あとまとめるみたいなね、見開き2ページで必ず終わらせるとか、まあ、そういうことを全部ね、決めるわけですよね。授業ではこういうことが狙いってもちろん決まってるんですけども、例えばその狙いを達成するためのアプローチの方法っていうのはね、何百何千とあるわけですよね。さまざまな教育方法があります。で、そのさまざまある中からですね、自分の実力、そして子どもたちの実態、そういうところから考えて、うん、じゃあこういう方法がいいかなとか、じゃあこっちの方法を選択しようとか、もしくは自分なりに考えてこんな方法でやってみようと、まあ、それがですね、本来の教師の授業の作り方なんですよね。そのことを考えること自体がやはりクリエイティブであるし、またそこにね、面白さ、奥の深さがあるわけですよね。あとね、その話の聞き方の問題ですよね。話の聞き方だってね、いつもいつもその話してる方の子供を見てこううなずくというね、必ずしもそうしない場面だっていっぱいあるわけですよね。例えばただの発表する授業だとかね、あと討論の授業だとか、あと学活みたいなこう話し合いだとかね、それぞれによって反応の仕方って変わるわけですよね。その時々によって方法は様々なんだっていうのがね、それはね、大原則なんですよね。教師がね、その状況に合わせていろいろな方法を選択するんですよ、瞬間的にね、まあ、これがね、授業の我々の仕事なんですね。選択する、で、その選択肢をたくさん持っていた方がいいわけですよね。なので私たちは教師は勉強するんですよ、研修するんです。で、あ、こんな方法もあるんだ、こういう方法もあるんだって、たくさん知ってれば知ってるほど選択肢が増えるので、その状況に対応した方法がパッと出せるようになるんですね。同様にノートの使い方もそうです。こういうふうに必ずノートは取らせるようにしましょうって決める意味って何があるのかなと思うんですよね。まあもちろんそういうふうに決めたらそういうふうにやっていくわけですけども、でももしかしたらですね、ある授業についてはその取らせ方じゃなくて別の取らせ方をした方がより効果的だという方法もあるわけですよ。毎回毎回ね、同じような形じゃなくてもね、それも先ほど言った通り選択肢ですね。教師が選択してその時に一番いいものを与えていくということですね。まあ、結局ですね、そうやってスタンダード化していくとどうなるかというとですね、結局ね、形式的になるんですよ。子どもの状況とか自分の実力関係なくこれでやろうって決まってますので、そうするとね、やはりね、形式的になりますね。子どもを見る必要もなくなるし、自分の実力もあまり考えなくてよくなっちゃうわけですからね。で、スタンダード化しようと思った時ですね、
学校というのはやはり震災のね、まだ本当に現場に立ったばかりの先生から私のようなね、おじさんまで30年以上先生をしているような人も、みんな一緒になって担任をしているわけですよね。そうするとその中でスタンダード化しようとするとですね、どうしてもこれはレベルをね、レベルと言っちゃ失礼ですけども、授業レベルを下げなきゃいけなくなるわけです。かなりだって若い先生にもできる方法じゃないとスタンダード化できませんからね。その結果としてですね、極めて授業は平均化します。ベテランの先生が今までこう培ってきたさまざまな教育情報、教育技術、そういうものを選択肢としてたくさんあるのにもかかわらず、この方法でやれと言われたらですね、もうその方法でやるわけですよ。で、若い先生はその言われた方法でやればいいんだなと思ってやっていくわけですよね。結局そうするとどうなるかというとですね、ベテランの先生も若い先生もみんな思考を停止します。思考が停止します。だってそうですよね、子供を見なくてもいいわけだし、自分の実力もあんまり考えなくていい。とにかく言われた方法でやればいいんですから、考えなくていいんですよ。教育の方法というのはね、本当に多様でいろんなものがあるわけですね。それはやはり子供たちが多様ですし、その地域も多様ですから、それに合ったものというのをね、教師は選択して与えていくわけですけども、それをねしなくていいわけです。スタンダード化しちゃえばね。でそれがね、本当にいいことなのかな悪いことなのかなっていうのはね、やはり考えるべきなんですね。で、みんなで納得したものをスタンダード化していきましょうっていう主張もあるんですよね。でもね、それはね非常に難しいんですよ。先ほども言いましたけども、若い先生とね30年以上やってる先生がお互いに納得するものなんてね、なかなか見つかりはしないんですよね。で、結果としてですね、授業の前は必ず挨拶しようとか、授業が終わった後は必ず挨拶しようみたいな、そんなことまでスタンダードになっていくわけですよね。それだってね、私は、毎回毎回ね1時間1時間挨拶なんかしなくてもいいと思ってますし、子供たちの気持ちをわっとわしづかみするようなね、そういう導入を考えているわけですよね。20代の先生には20代の先生にしかない花があるんですね。経験は浅くても、その年齢だからこそ子供たちに与えられるものがあるってことですよね。30代の先生には30代の先生の花があり、もう50を過ぎたようなベテランの先生にはそのベテランの先生の花があるんですね。で、その花というのはその時でないと子供たちに与えられないということなんですよ。なので若い先生は未熟だから、ね、ベテランの先生は経験が豊富だからということだけではないんですよね。そういうわけで、やはりそれぞれの年代の先生がそれぞれのね実力、そして子どもたちの様子に合わせてね授業をしていくのがね一番いいと思うわけですよね。で、そこでいろんな工夫をしていくから、この仕事をねどんどん好きになるし、自分が行った工夫によって子どもたちに何か変化が生じたりしたらですね、これはもう本当に楽しい、やりがいを感じるわけですよね。それをね、もう初めからこういう方法でやりなさいと与えられて、でその与えられた方法でやってみて、でそこで例えばうまくいかなかったとしてもね、全然自分では反省が入らないわけですよ。だって自分で考えたんじゃないから、これを考えた人の責任ですからね。そうするとですね、結局自分のこととして考えることはできなくなるわけですね。逆に子どものせいとして考えてしまったりいうふうなこともね、あり得るかもしれません。最近ネットなんか見ると、やはり学校のスタンダード化に対してかなりねこう反対意見も多く見受けられますね。ぜひネットでも検索してみてください。かなりいろんな批判が出ています。そうするとですね、だんだんこの教師としての個性みたいなものもね、発揮されなくなってきてるんですよね、今はね。逆に発揮しちゃいけないみたいな、ね、空気がありますね。前通知表かなんかの時も動画で言いましたけども、書見の書き方なんかもスタンダード化されていて、こういう風に書いていけって決まっていて、その先生らしい言い回しとかね、文体がとにかく訂正されて、もう本当平均化されてね、読んでも全然面白くない、そんな感じになってきてますし、これってねどうにかならないんですかね。なかなかねこの変えることって難しいんですよね。なんとなくこうスタンダード化の裏にはですね、こう例えば若い先生なんかにこう失敗をさせたくない、失敗をさせないっていうね、なんかそういうのもあるんですよね。若い先生がなんか失敗すると、そのことがね保護者の方からね学校に苦情としてきて、でそのことに対応するのが実に大変だということでね、慎重になっているというのは分かるんですけども、分かるんだけども、でもそれではね若い先生も成長できないですしね、思考停止の状態が続くんじゃないかなと思うんですよね。というわけで、行き過ぎたスタンダード化というものについてはね、私は反対なんですけども、本来学校の先生の仕事というのはね本当にクリエイティブで楽しいものですので、そういう楽しさをね感じさせてくれるような職場であってほしいなというふうに
本当に心から思います。はい、今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。ちょっとね、今年は寒い日が続きますけども、体に気をつけてますます頑張ってください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。